皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、LINE ニュースのニューとマークされている、いわゆる最新ニュースの解説です。まずは、国内ニュースです。えー、明日、明日です。明日じゃないですよね。明日です。はい。なんか英語の明日だと、ちょっと全然違う意味になっちゃうんでね。はい。明日、広範囲で、 警報級の大雨の恐れと、はい、本当に広範囲です、皆さん気をつけましょう、はい、えー、岸田首相、自民党総裁で再選されることに意欲を持っているそうです、はい、まあ、意欲を持っててもいいんじゃないですか、はい、再選と予想とかって言われたらね、あ、この人大丈夫かなって思っちゃうんですけど、はい、次、えー、電気とガス代も、 補助を再開ということで、官僚がびっくりしているそうです。岸田さんが勝手に決めちゃったから。はい。財源どうするんですかって。ねえ。そんなことだったら、所得税のあの4万4千円かなんか知りませんけど、あんなの給与明細に書かせて、あんなことやめといた方がよっぽどよかったじゃないですかって話ですよね。何考えてるか本当わかんないな。なんか、方針が統一されてない一貫性がないですよね。本当に。 政策に一貫性がないとはこのことだと思います。はい。次、国際ニュースです。アメリカの空母が韓国に入港。北朝鮮を牽制。まさに牽制級ですね。はい。次、えー、ガザの人道地域に砲撃。25人が死亡か。だからね、本当やめてくださいっていうことですよ、こういうことを。だから、こういうことをするから、 あの軍の報道官に政府の批判の発言とかされるんですよ、イスラエルは。というか、メタニア首相がね。はい、はい、次、えー、謎に包まれたモノリス撤去、アメリカ。はい、どうでもいいです、次行きましょう。えー、経済ニュース、日産、中国の常習工場を閉鎖。いいんじゃないですか。うん、次、国家資格科の日本語教師。はい そう国家資格になっています。日本語教師、私も3人かな、まあ、とりあえず2人以上は会ったことあります、えーまあ。経済的に潤ってるようには見えませんでした。はい、あのむしろちょっと辛そうでした。はい、なぜ白球なのかと、はい。日本語を話せるということと、日本語をさっぱり日本語がわからない大人に教えるというのは、もう全然違うことです。 はい、あその人も言ってたんですけど、はいあ、それはそうですよね、英語ができるから、英語教師として的確かっていうと、そうじゃないのと一緒です、はい、あの英会話スクールに行ってる人を何人か知ってますけど、あの先生によって全然あの、自分の上達の仕方が違うと、はい、当たりはずで、なんか先生ガチャみたいなことが起こってるというふうに聞いております、それと一緒です、はい、ただ日本では国家資格化されています。 英語教師、日本の英語教師とは違います。なぜ白球なのか。ね外国人人材をどんどん受け入れなければいけないという、この状況の日本において、なぜ白球なのか。なんとかしてほしいですね。はい。日本語教師だけじゃないですけどね。学校教諭もそうですけどね。はい。次。切手の貼り忘れ、料金は誰が払うこれ難しい問題というか、僕は責任持ってやってるつもりなんですけど、ある意味。えー。 送り元が書いてないと、なんと、なんと、えぇ、ー、受け取り人が払います。はい。で、送り元が書いてあると、送り元に戻ってきます。わざわざ運送費かけて。はい。だから、送り元をちゃんとかけて書いておきましょうということですよね。相手に迷惑をかけないためには。はい。というか、もう、決めましょう。 必ず、郵便物を送るときには、コンビニに行って、切手を貼ってからポストに入れるという、このプロセスを必ずやるようにしましょう。そうすれば、切り忘れはなくなるはずです。癖つくんで。はい。次、IT ニュースです。JAXA 情報流出。企業や団体40兆の情報だそうです。はい。 多分最先端のことをやっている人たちばっかりなんでしょう。はい、恐ろしいですね。はい、中枢が攻撃されたそうで、JAXA のネットワークの中枢が攻撃されたそうですね。はい、次、えー、ピクトグラム物議、そう、文字が書いてあるから、文字が書いてあったらピクトグラムという定義に合っていないという声が多かったそうです。なので、名称をピクトグラムからロゴに修正したそうです。 それでいいじゃないですかもうはいさっさと行きましょう次はい携帯契約にマイナーカードあれあすいませんこれ昨日話しました次行きます、えー、科学です余命3か月と突然宣告一日中泣いたとのことですはい結構この方精神的に安定されていらっしゃる方ですねはい そうなんですよね。大抵は余命宣告された時の人の行動というのは最初、まず信じないらしいです。はい。その後、怒るそうです。はい。その後、別の方法を何か何かと探るそうです。最後に、あ、最後じゃない、その次、泣くそうです。そう。最後の一歩手前でようやく泣くそうです。そして最後に受け入れるそうです。はい。 いきなり泣くまで行っちゃったこの人、すごい精神的に成熟してるなと思います。はい。そうですね。一日中泣いた。その後は落ち着くことでしょう。はい。次。梅雨はやる気が出ないと6割調査結果です。はい。もうリモートワークにしましょうよ。はい。はい。そうしましょう。はい。次。プールに虫、連絡呼びかける水族館とのことですね。 まあ、プールに虫、やばいよということを水族館が呼びかけているそうです。はい。言ってくださいと呼びかけているそうです。気をつけましょう。はい、次。えー、エンタメニュースです。脳内出血をされた花カッっの原作者さんが退院とのことです。まあ、ね、後遺症があるかどうかとかはちょっと書かれてないですけど、まあ、 よかったですね。少なくとも入院じゃなくなったということでね。はい。次、鈴木福さん、20歳。ビールは2口で大丈夫とのことです。はい。大丈夫って言い方するんですね。面白いですね。2口しか飲めないとかじゃないんですね。2口で大丈夫ということですね。はい。この辺がね、こう、セルフコントロールの良さをうかがわせる言葉ですよね。はい。次、ビバントの監督。 砂漠で10キロ痩せたそうです。ね脂肪も燃やしてね。大変ですね。はい。次。えー、スポーツ。ちょっとどうでもいい話になっちゃいますが、この配信としてはね、ライブ配信じゃないんで。はい。速報、バスケ男子、日本対オーストラリアとのことです。はい。間に合う方は見てください。次。えー、バスケ男子、バーサスオーストラリア。みんなの反応。はい。もう次行きましょう。行きましょう。はい。大谷、 初のエンゼルス戦で特大ホームランとのことです。いいですね。はい。嬉しい。私も嬉しいです。はい。えー、今回のニュースは以上となりますが、皆さんはどんなことに、えー、関心を持たれましたでしょうか。私はですね、やはり、まあ、言わざるを得ないですね。はい。えー、まあ、イスラエルが、 人道地域に砲撃をすると砲撃という時点でもう民間人が、ま、巻き込まれることは覚悟の上で攻撃してるんですよ、イスラエルは。はい、そういうことですよね。はい、銃撃じゃなくて砲撃なんで、25人死亡か。これ、死亡か確認されてない人も数えるともうちょっといくんじゃないですか。あと、重傷、あの例えば片足なくしたとか、そういう方も。 生きてるんで、ね、それ死亡者に数えられないんでね大変なものなんじゃないでしょうかねはい日本でこれ起こったらどう,どう思いますびっくりでしょうはいえ北朝鮮がミサイルで25人死亡負傷者はってなるでしょうはいねあの他人事と捉えずに他人事と,と捉えずに、はい、世界を見つめましょうはい 今回の配信は以上となります。また次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら。